足利市伊勢町にある姫の屋さんに来ています。インスタ映え映えで見つけちゃいました。すんごく可愛いお店です。外にはメニューがあります。カラフルでめっちゃ可愛い。女子にはたまらん。まず入ったらブランコ、可愛すぎる。ここで注文するよ。こんな感じで中でも食べられます。シーリング体験無料でできます。注文するところにメニューがあります。豊富すぎる飲み物の種類。ワッフルが有名みたい。形かわいい。ショーケースの中やばいです。色のカラフルさと形もかわいい。チョコカステラかわいい。クロッフル、初めて聞いたフル。ダブルワッフルサンド650円。ドロリン、わーすげーボリューム。バナナの量と生クリームたっぷりです。これ一人で食べきるのか娘を。生地の形もすごい、初めて見ました。それでは割ってみましょう。サクッともちっとで取りやすい。丸を裂いていけば簡単です。バナナとチョコと生クリームは最強。どんな食感なのか楽しみだな。中はこんな感じ。はい、それではワッフルです。どーん、いかがですか。これすごい重量です。かなりの重量です。それではいただきます。うん、食感がすごい、うまいね。もう安定のチョコとバナナなんで、バナナも食べたいと思います。一緒に。うん、おいしい。すごい層ですこれ、ね、生クリームもかなり入ってますね。これはうまい。こんな感じです生地は。中までびっちりバナナにクリームです。生クリームの量はこれほんとすごいかも。これを持った時の重量感はすごい。バナナチョコケーキ180円。ドロリン、お店に刺してあって可愛かったんで、色もカラフルで好きだな。チョコスプレーもいい感じ。はい、お次はこれです。超可愛いです。これパンダのベビーカステラみたいなんですけど、これがこうお店で刺さっててめちゃくちゃ可愛いんですよ。いただきます。うん、おいしい。もういちごのコーティングなんで、クレームのいちごチョコかなんで、うん、しっとりのカステラにいちごのチョコがすっごい合います。おいしいです。いちごケーキ780円。ドロリン、これ食べてみたかった。360度どこから見ても可愛い。相当なボリュームですよこれ。足利だとここだけじゃないかな買えるのは。インスタ映え間違いなしです。ほんとジュースを開けるみたいな感じ。これ考えた人すごいな。クリームが溢れてきます。速攻いちごさん、こんにちは。クリームはぎっしりです。それでは取ってみましょう。ほぼほぼクリームだよこれ。白と赤が見た目も最高。おいしそう。はい、それでは食べてみたいと思います。かわいいですよね見た目が。いただきます。んもう本当にショートケーキです。
でこうもう360度可愛いということで、味も最高です。これここからこうやるとこういう感じでポロッと出てきます。で層になってるんですよね、こういう感じで。うん、おいしい。いちごもたっぷりです。うん、おいしい。でこれ長いスプーンくれるので、これだったら全然奥までこれで食べられちゃいます。これはうまい。うん、中はこんな感じです。奥がかなり深め。それでは振り返りです。かわいい店内でかわいいものを店内でも食べられます。メニュー豊富なので、次は違うの食べたい。飲み物から食べ物まで、甘党さん、かわいいの好きな人集まれ。登録もよろしくね。本日はごちそうさまでした。